どんぐり FM。 どうも、なつめぐです。どうも、なるみです。さあ、そろそろ秋ですかね。これは季節的にね、食欲の秋。スズムシがすごい鳴いてますね、今ね。それは本当にスズムシなのかな、コオロギじゃないのかな。その区別は知らない。え、本当ですか。うん、スズムシは何の前のごとく鈴なんでリンリンリンじゃないですか。コオロギはコロコロコロみたいな。そうそう、コオロギだね。あんまりスズムシ多分いないからな、その辺に。そんな食欲の秋、お便りが来ております。石川県にお住まいのラジオネーム青い T シャツさん。青い T シャツさん、ありがとうございま す。石川県でお米を作ってる農家です。いつも楽しく聞いてます。これから新米時期ですね。お二人の新米に合わせるならこれというおすすめなおかずおはご飯のお供ありましたら伺いたいです。ラジオネーム青い T シャツさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。さらにちょっと追加で、お邪魔でなければ新米差し入れたい。欲しい、めっちゃ欲しい。新米欲しい、ね、欲しい。めちゃくちゃ嬉しい、それ、ね。新米って秋に出るんですか。あの、収穫したばっかのってことなのかね。ちょっとわかんない。わかんないよ。うん、まあでも秋っぽい気はする。秋っぽい、ね、勝手にイメージ。うん、お米作ってる農家です。いや、僕ね、農家の方々大好きで。僕結構あの、おじいちゃんおばあちゃんが農家だったんで。ああ、うちもそうっすね。おじいちゃんおばあちゃん農家ですね。そう、だから結構身近にあったんですよね。うん。田んぼでカエル捕まえたりしてたんで。はいはいはい。で、お米もらったりしていて、近くにいたので、結構そこのね、大変さも見ていて。うん。そうっすね。僕も田舎はお米作ってたから、お米はもらうものっていう。わかる。めっちゃわかる。田舎で送ってもらえるみたいなイメージでしたけどね。そうそう、お菓子とかと一緒にね。うん、はい。で、そんな青い T シャツさんから、新米に合わせるおかずおはご飯のお供は何でしょうか。なるほどね。これちょっと3日時間をもらえたらリストアップして送りたいっすね。じゃあ3日後にする。いや、っていうか、でもこれあなたが知ってろよって話になりません？そうでもない？実際青い T シャツさんのおすすめ知りたいっすね。そうご飯のプロだから。そう、僕らご飯のアマチュアの意見をプロに聞かせていいものかっていうのはあるんだけどね。あるでしょう。僕はね、うん、まず王道から言うと納豆はすごい好きですね。ご飯はまあ納豆かな、一番一緒に食べるのは。夏目さんは？なんだろうな、僕昔ね、成長期、学生だった時、成長期もうご飯むっちゃくちゃ食べてて、お肉をもうこんだけしかないっていう、中学生ぐらいの時かな、の時にちょっと2杯目はもったいないから、このタレとあとご飯お肉見ながら一杯食べるって言って落語みたいなことしてたから。映像ね。そう、あのこのまず目の前にある、はいはいはい、お肉を見て一杯食べて。お肉食べて、ああ美味しいっつって。今は何でしょうね、ご飯に合うもの。食べるラー油流行りましたね。流行りましたね。カルディとかに売ってるさ、はい、ご飯のお供系ってめちゃめちゃ美味しそうに感じるんだよね。うん、わかる。いい感じの売ってんだけどさ、あんま高くて買わないんだけどな。はいはい。納豆ですね、僕は。ランキング .net というサイトがありまして、これがみんなのランキングというのがあります。ここでご飯に合うお供ランキングがあります。ベスト10、10位は鮭、9位塩昆布、8位味付け海苔、7位梅干し、6位海苔の佃煮。あれですね、もうおにぎりの具みたいな感じですね。5位鮭フレーク。鮭と被ってんな。確かに。4位キムチ。うん、3位生卵。さて、2位と1位は何でしょう。納豆出てないね。2位は納豆。お、1位は何でしょう。1位、あ、明太子、たらこ。正解、からし明太子。よしよしよし、たらこね。はいはい。やっぱたらこ納豆あたり1位2位だよね。僕なんだっけ、ふるさと納税でたらふくすっげえからし明太子買って、まだ冷凍のがたくさんあるな。食べよう、新米届いたら。確かに、解凍すればいいんじゃない。今から回答しといた方がいい。いやー、ご飯のねお供って結構ね、人によってこれが好き、これがなんだろう、好みがあるとかいろいろありますよね。今ですね、Amazon で人気のご飯お供ランキングとかをいろいろ見ていると、食べるラー油。食べるラー油ね、もう一世を風靡しましたね、あれね、うん、食べる〇〇ってめっちゃ出てきたもん、ね、ご飯にかける餃子っていうのがあるらしいですよ。知ってる知ってる。あとね、ご飯にかけるハンバーグってあるの知ってる。知らない。あのご飯にかけるハンバーグとか、ご飯にかける餃子とか、うん、いろんなご飯にかけるもん出たんですよ。
それもね、多分カルディとか、アコメヤ商店とかで多分売ってんすけど、たまに買いたくなんだよな。ご飯ね、のお供もね、なんだろうな。僕はスープカレーとかグリーンカレー好きですけどね。ああ、カレーね。それでも、お供っていう、主役級になってるからね。お供なんだけど、そういう話じゃないですよね。うん。ここで言おうと思って、さっき言ったみたいなね、からし明太子ですとか、ご飯ですよはご飯じゃないですよみたいな、ギャッハッハーみたいな、そういう話をすればいいんですよね。そうだね。あの、おにぎり専門店ってあるじゃないですか。ほう。大塚駅にある、ボンゴっていうおにぎり屋さんが、すげえ有名で、何それ、美味しいんですよ。はい。ボンゴ、大塚ボンゴで調べてください。まあ、ほんと普通のおにぎり屋さんなんだけど、カウンターで握りたておにぎり食べれるっていう。ボンゴさんなんですけど、本当だ、行列できんだよね。へえ。超人気おにぎり屋さんで、何このダッサいホームページ。ホームページあんの？ある。あと店構えも普通の、なんだろう、ちょっとボロボロっとした店構えなんだけど、うん、大人気なんですよ。そんでね、ボンゴの中にあるおにぎりメニューがめっちゃうまそうなのばっかで、うんうん、メニュー本当だ、ウェブサイトがひどい。阿部寛のホームページみたいになってんじゃねえかよ。このさ、メニュー見るとさ、例えばなんだろう、吹き味噌とかさ、あとなんだろうね、ウニクラゲとか、ピーナッツ味噌とか、山ごぼう、葉唐辛子とか、ややマイナーな具がめちゃめちゃ乗っててさ、うん、マイナーっすね。この辺が全部うまいんだよね。へえ。このボンゴのマイナー系おにぎりにあるやつはめっちゃいいんじゃないかなと思う。僕吹き味噌結構好きです。はいはい。どんぐりFM。どんぐり FM には裏どんぐりというコミュニティがありまして、そこのメンバーの方々の意見をちょっと参考にさせていただくと、ご飯のお供、食べるラー油、のり玉、とろろ、あーとろろね、とろろいいね、などなどが、うん、上がっておりましたね。とろろいいな。ちなみに裏どんぐりの皆さんはこの僕らの収録の様子をリアルタイムで見ております。お、観覧席があるって感じですね。もし裏どんぐりにね、興味ある方はこちらのリンクからポチッとしていただく。はい。リンク別に出ないけどね。音声なので。はい、http://キャンプファイヤー。はいはい。とろろいいな。ああ、とろろいいですね。食べるラー油って別にご飯とお供にならなくない？どうするの？ご飯にかけるの？かけるかける。へえ。まあ確かにニンニク風味でいいのか。あれ、逆にご飯にかけないとまんま食うには辛いよ、なんか。まあ餃子にかけたりとかするんじゃないですか。あ、餃子もありだね。うん。半殺しキムチ。何それ、半殺しキムチ、何でしょうね。今会場から上がってきたのが半殺しキムチですけど、双子とかにもあるけどな、何なんだろうな。信州の漬物屋さんらしいですよ。野沢菜が入ってるキムチなんですね。へえ。なんで半殺しっていうの。ですね、ある時道に迷った旅人が親切な見知らぬ民家に泊めてもらうことになりました。すると夜中に隣の部屋から、明日は半殺しにするかい、いや明日は半殺しだなぁとひそひそ話す夫婦の声が。それを聞いた旅人が、は、半殺し、殺されると思い慌てて逃げ出しています。半殺しとは長野県の方言で、もち米を半分潰して作ったぼた餅のことです。そして本殺しとはよくついた餅のことを言います。客人をもてなすために、明日はぼた餅にするか餅にするかと相談していた夫婦の会話を誤解して逃げたという昔話です。半殺しキムチは炊いた米の潰し具合で味も食感も変化することにヒントを得て誕生した超激辛野沢菜キムチ漬けです。へえ。というふうに書いてありますね。へえ。野沢菜が入った辛いやつはそうやって言うってこと？うん。引用の範囲内で読み上げました。知らなかった。ちょっとこれうまそうだね、半殺しキムチ。結構いくつかの焼肉屋さんで半殺しキムチって書いてあって、めっちゃ辛いですっていうの。え、マジで？うん。そうなの？例えばチェーン店の双子屋とかもありますね。あ、マジで？うん。へえ、じゃあ。で、僕毎回頼みますよ。めっちゃ辛くて美味しい。あ、そうなんだ。いろんなとこにおろしてんだね、じゃあこのキムチ。え、買ってみよう、ちょっと半殺しキムチ。うん。めっちゃ気になるわ。あるかな？アマゾンに。ありそうだよね。あるわ。これちょっと新米届く前に買っといた方がいい。確かに、めっちゃあるわ。ほんとだ。280g で650円、配送料が1000円かかる。バカか。配送料高い。やめとんのか。まあでもこういうさ、あの地方の名物キムチみたいなのって、なんか紀ノ国屋とかさ、そういう割と高級スーパーとかに置いたんじゃね。半殺しキムチ欲しい。これどうしたらいいんだろう。どこで安く買えるんだろう。メルカリじゃね。あー、あるかも。あるわ。あるんだ。
送料は向こうからあるわ。おお。へえ、知らなかった。ちょっとこれいい情報ありがとうございます。面白いね。うん、はあ、はあ、ダメだ。でももう売り切れてる全部。あら、まあスーパーにあればいいね、その辺のにも ね。スーパーとか行かないもん。ちょっと見てみようかな、うん。じゃあおすすめのご飯のお供としては半殺しキムチでいいですか。そうですね、僕たちあんまり詳しくないけど食べてないですけどぜひ皆さん半殺しキムチを買って食べてみてください。おすすめです。